浦安市。浦安市は、千葉県北西部の活南地域に位置する、人口約17万人の市。旧東葛飾郡、国際会議観光都市に認定されている。千葉県内では、桜市に次いで、第11位の人口規模である。日本全国813市区中、財政力指数首位を記録する。東京都の都心へのアクセスが良く、東京駅。 前浜駅間最短約13分、大型商業施設や、区画整理された道路など住環境の良さが注目され、子育て世代が増加する住宅都市として、マンション建設が相次いでいる。東京ディズニーリゾートが所在することから、市内にはリゾートホテルも多数立地している。また、都市再生機構が近年開発した日ので、明快。 甲島地区など一部のニュータウンでは無自化が進んでいる。千葉県の最も東京寄りに位置しており、旧江戸川を挟んで江戸川区と接している。そのため、都市雇用圏における東京都市圏、東京都区部のベッドタウンとしての性質が強く、東京都特別区部への通勤率は49.0%、平成27年国勢調査。通勤率が高い自治体上位に入る。 東京都市圏の項目を参照。千葉県北西部に位置し、県庁所在地である、千葉市から約 20km の距離である。東京都の都心から10の 20km 圏内である。千葉県の最も東京寄りに位置しており、旧江戸川を挟んで、江戸川区と接している。江戸川、江戸時代までは、太日川の川口左岸の底平な自然堤防、三角州及び、 埋め立て地からなる。地域の約4分の3は1960年代以降、造成された埋め立て地が占めている。かつては3キロメートルほど沖まで続く、遠浅の海が広がっていた。旧市街はいずれも、江戸川の葉川である、境川両岸の自然堤防上に位置する。地域の生誕には、海抜0メートル地帯が、わずかに存在する。自然地形としての山や丘は、 市内に存在しない。月山としては、中央公園に高さ14メートルほどの通称、浦安富士がある。現在の浦安市域は、昭和中期まで現在市川市の一部となっている、旧南行徳町、旧行徳町と一体的に、行徳と呼ばれていた地域であり、近代以前の当地の歴史についてはこちら、及び、行徳園連も参照時。浦安村、浦安町。 浦安市、航空機の騒音。浦安市内の東京湾沿岸地区は、羽田空港が直線距離からして近いところにある。そのために風向きによっては、主に南から西 B 滑走路22、C 滑走路16リットル、D 滑走路23に着陸する飛行機が、低空、上空が曇っていても航空機の窓から、 東京ディズニーリゾートや新浦安駅周辺の鉄鋼団地などがよく見えるほどで通過または旋回したりすることから同地区に騒音問題が生じている。これは浦安市自治体でも深刻な問題として何回にも渡って取り上げられている。新設された D カス路はもともと B カス路と並行04から22に作られるはずであったが その場合、騒音が大きいとして、浦安市、千葉県が抗議したため7.5度方向をずらして、0後から23で建設が行われた。初代浦安村村,村長である、荒井神座右衛門のが、浦、海安かれと言ったのと、心安らかにという願いが込められたものとされる。日本初期第三巻、人武紀の一節に、昔、イザナギの孫子の国を名付けて曰く、日本は、 浦安の国と記されており、浦安は、日本、マトの古称、微称でもある。日本の市町村の中でも、平均年齢の若い市町村である。外国人登録者数、4719人、2007年1月、末日。東日本大震災の風評被害で2011年に、市政施行以来初めて人口が減少したが、復旧の進捗に伴い2016年には、 震災前の水準まで回復した。市長選挙、初代、二代目。浦安市では、オリエンタルランドが経営する東京ディズニーリゾートが圧倒的な知名度があるため、市の財政がオリエンタルランドに強く依存している一種の企業城下町という印象を持たれ水が、市は海面埋め立て事業の当初から住宅地の増生、大規模遊園地の誘致、 鉄鋼流通基地の形成を三本柱として計画的な開発を進め各部門において顕著な成功を収めておりバランスの良い財源を持っていると言える。なお、歳入の資税区分においてオリエンタルランドを含む法人市民税は例年1割程度であり個人市民税と固定資産税で8割程度を構成している。東京ディズニーリゾートが市のイメージ形成において 確信を担っていることは否定できないものの、豊かな税収は、平均所得の高さと、住宅人気に大きく依存していると考えられる。農業。自然地形としての山や丘は、市内に存在しないため、農業は盛んではない。一軸、いちじきゅうり、とうもろこし、花、レタス、株、さやえんどう、メロンなど、工業。漁業。 姿勢志向以前、地域の主産業は一貫して漁業であったが、一般に、黒い水事件と呼ばれる1958年の江戸川漁業被害を契機として、漁業権を放棄。現在は、観光用の釣り船などが営業するのみとなっている。商業、東京ディズニーリゾートは、テーマパーク本体以外にも、オフィシャルホテルとショッピングモール、イクスピアリ、さらに演劇。 コンサート用ホールのマイハマアンフィシアターなどを抱える一、アミューズメントエリアとなっており、周囲に展開する多数の多系列のホテルも含め、来訪する観光客に対応している。近年、東京都の都心までの通勤時間の短さなど、利便性の良さや、市内に東京ディズニーリゾートが所在すること、埋め立て地を中心に計画的に整えられた、住環境の良さが注目され、 マンション建設が相次いでいる。新町地区のマリナイースト地区の地権者は、都市再生機構、旧都市基盤整備公団などであり、開発計画に基づいた開発が進められている。そのため道路が広く、公園が多いことから、緑が豊かである。東京ディズニーリゾートの入園者数が堅調なことを受け、2015年以降、浦安市内に既存のホテルの改装、 増築や新規ホテルの建築、開業が相次いでいる。現行行政長名。浦安市では一部の区域で住居表示に関する法律に基づく住居表示が実施されている。宿泊施設。市内には東京ディズニーリゾート直営、公式ホテルとしてディズニーホテル、TDR 直営、オフィシャルホテル、パートナーホテルの3種類ある。 郵便局、住宅団地、図書館浦安市立図書館は、優れた公共図書館として、図書館学の分野では有名である。国内外から、公立図書館関係者が視察に訪れている。メディア。二次医療圏、二次保健医療圏としては、東渇南部医療圏、管轄区域、鎌ケ谷市と活南地域である。三次医療圏は、千葉県医療圏、 管轄区域、千葉県全域。医療提供施設は特筆性の高いもののみを記載する大学。高等学校、公立、私立。中学校、公立、私立。小学校、公立スポーツチーム、浦安市を本拠地とするチーム、スポーツ施設、浦安ヘリポート発着の遊覧飛行を行っており。 年間約4万人の利用者がある。首都圏のヘリポートで唯一24時間利用が可能。浦安ヘリポート、エクセル航空。旅客空港は、千葉県成田市の成田国際空港、成田空港もしくは、東京都大田区の東京国際空港、羽田空港が最寄りとなる。ジャルドリームエクスプレス、ディズニーキャラクター特別塗装機が、期限定で運行。 成田国際空港約 45km の距離、詳細は、成田国際空港へのアクセスを参照。東京国際空港約 15km の距離、詳細は、東京国際空港へのアクセスを参照。中心となる駅、新浦安駅、東日本旅客鉄道、JR 東日本、東京地下鉄、東京メトロ、舞浜リゾートライン、中心となるバス停、 新浦安駅、東京ディズニーランドバスターミナル。千葉県指定文化財一覧。世界各国にあるディズニーパークでキャストから選出される新善大使、アンバサダーとして、日本でも TDR 全体を代表する東京ディズニーリゾートアンバサダーを選んでいる。毎年1月1日から12月31日までの1年間、TDR のキャストを代表する。 親善大使として活動している。書籍。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。